私の名前は菊田春江。これでも広告デザイナーの端くれだ。この業種は徹夜が多いし、面倒なクライアントも多い。それでもなりたくてなったわけだし、頑張って働いている。給料も安いし、外食もなかなかできないな。そう、まだまだ若手なので余裕がない。日々食費を切り詰め自炊をして乗り切っていた。だがあるもので料理を作るのはなかなか楽しく、たまには創作料理なんかも作ったりしていた。そんな私には最近友達を通じて知り合った茂樹という彼氏がいる。かなりいいとこの息子らしい。自分でも俺結構育ちいいんだよねとかよく言っていた。今は実家を出るのも勉強と言われ一人暮らししてるんだとか。実家が太くて羨ましいなと思う時もあるが、どうにもならない。ある時彼が私の部屋に遊びに来た。今までは全部デートしても外で遊ぶことが多かったので、私はせっかくだから夕食を作ることにした。何しようかな。きっと舌が肥えてるだろうし、変に凝ったもの作ってもな。いろいろ考えて常夜鍋にしてみることに。シンプルだけど美味しいし、きっとお酒も飲むし。私はほうれん草や豚肉を買ってきておいて当日に備えた。そして土曜日映画を見たりしていたら、あっという間に夕方に、夕食作るね、ちょっと待っててよ。お、楽しみにしてる。私はキッチンに、彼はソファーで待っていてくれた。お酒とお鍋を準備、他につまめるものを簡単に作ってテーブルに持っていった。はいどうぞ。いただきます。彼は野菜もお肉もパクパク食べてくれた。あ、おいしい。これどうやって作ったのと聞いてきたので、鍋に出汁と水を入れて沸騰したら具材を入れるだけだよと返した。すると彼は半笑いでさらに聞いてきた。水と出汁はどのくらい？え、水は鍋に適当に入れて、出汁は昆布だし。は？水は何 cc、 昆布は何分茹でるとかちゃんと測っておかないとダメだろ。でも今まで何回も作ってて味覚えてるし、味見しながら調整するから測らなくても作れるよと返したらさらにヒートアップ。ちゃんと測ってもいないのに美味しい料理が作れるわけないじゃん。レシピ本に鍋いっぱいとか昆布は適当とか書いてないよね。何 cc に何枚とか何分煮るとか書いてるよね。っていうことはちゃんと測れってことなんだよ。調味料を測ることもできないの？謎の返事が来て絶句した。料理を作ってここまで言われるとは思っていなかったからだ。私は作ってもない人に文句を言われるのが一番嫌だったので、はっきり言い返した。じゃあ私の作った料理まずいの？こんな簡単な料理なのに。と聞けば、いや、美味しいけどさ。なんてゴニョゴニョ。じゃあ何がどうしたいのよ。だからレシピ通りに作るのが。あんたね、世の中の料理人とか主婦とかみんなレシピ通りに作ってると思ってるの？それはレストランで伝統の味とか守るべきだけど。そこからはふてくされて無言で全部食べて帰っていった。大人げなくてがっかり。いいとこ育ちだから料理にもうるさいんだろうか。ということがあったので、次に彼が家に晩ご飯を食べに来るときにレシピ本通りきちんと測って作ることに。レシピ通りなら文句言わないでしょ。ただレシピ本を見ながら初めて作る料理だったので、食べる前に一言伝えた。初挑戦の料理だから美味しくできてるか不安だけど。すると、は？初めて作った料理を俺に出すの？味もわからないものをよく人に出そうと思ったね。今までに作って美味しいと分かってるものを出してよ。と怒ってきてまた呆れた。でも今までに作って美味しいと分かってても、俺に作る時に美味しいとは限らない。俺に晩ご飯を出す時は早めに作っておいて、昼ご飯で自分で食べて味を確認してから俺に出すべきだろ。昼ご飯で食べてまずかったら俺が来るまでに作り直せばいいから。はあ？なんでそこまでしなくちゃいけないのか。それ本気で言ってるの？俺が好きなら当然できるだろ。でこれはまずいの？いや、うまいけど。なんなのあんた。本当に理解できなくて思わず叫んでしまった。自己中な考え方しかできない人にもう料理なんて作りたいと思わない。てかもう一緒にいたくないわ。さよなら、帰って。なんでそうなるんだよ。俺が好きなら。いや、もうやりたくもない。顔も見たくない。バイバイ。半ば無理やり追い出すようにさよならした。すぐに連絡先も着信拒否に。仕事で疲れてるのに恋人に会っても疲れてるようじゃやってらんないわ。そう言って作ったものを一人で食べ、改めて美味しくできたなと自分で慰めた。それからしばらく音沙汰はなく、紹介した友人愛にも笑い話として話した。え、別れたの？すごく実家は金持ちなんだよ。いや、金持ちでもあんな旦那は無理だよ。やってらんない。せっかく紹介したのに。友人には本当に申し訳なくなったけど、やっていける自信はなかったし、きっぱり別れたことも告げた。やけに食い下がるなと不思議だったが、ちゃんともう着信拒否もして連絡も取ってないと言った。絶対後悔するよ。しないと思うから安心して。なんで？ごめんごめん。あゆからはそれから何度か連絡があった。考え直せない？結婚したら絶対楽できるよ。もったいないというメッセージばかり。
はっきり悪いけどもうあの人の話題は出さないで、また付き合うとか絶対ないからと送った。そんな中私は仕事でアツシに出会った。とある会社の商品開発の人で、うちの事務所に広告のデザインを頼んできたのだ。この商品では強調してほしいところがあってと、実際のものを持ってきて丁寧に説明してくれ、また修正の時も本当に申し訳なさそうに言ってくるので気持ちよく仕事ができた。そこから連絡先を交換して休日など会うように。デザイン事務所って大変でしょ、いろいろと注文とかつけられて。そうなんですよ、毎日夜遅くに帰ってきます。あははぶっちゃけ帰れない時もあるけどね。次第に会う回数も増え、結婚前提のお付き合いに4ヶ月ほど付き合ってから結婚した。まさか元彼と別れてからこんなにも早く結婚してしまうことになるなんて自分でも驚いた。私はこれを機に会社を辞めてフリーのデザイナーに、仕事を自分の中でセーブしながらできるのがありがたかった。料理ももっと作れるようになったのは嬉しい。夫は私の料理を何でも美味しいと食べてくれる。ちょっと失敗したかも。そうなの？全然美味しいじゃん、最高とか言ってくれたり、初めて作った料理だから味の保証できない、大丈夫絶対美味しいよと言ってくれる。夫がいい人なので、その度に元彼の嫌な思い出を思い出してしまう時もある。ちなみに元彼は米の研ぎ方も知らず、料理が全くできなかった。だからこそ文句を言ってきたんだろうな。結婚したが、私の部屋の方が若干広かったので、そのまま暮らすことに。もし子供ができたら引っ越そうという話で収まった。お互いの会社からも程よい距離にあったしね。結婚して3ヶ月、何事もなく楽しく過ごしていたある日曜日の朝、突然インターホンが鳴った。宅急便？なんだろうね。自宅でのんびり過ごすはずだったのに、二人で出るとそこにはなんと。よう久しぶりだな。どうせ一人だと思って会いに来てやったぞ。母さんも連れてきたから料理教えてもらえよ。は？刺激？あなたが彼女の春江さん？うちの味をしっかり覚えてもらわなきゃね。料理ができんと女は話にならんからな。なんとそこには元彼の刺激、そしてその両親がいたのだ。最初誰だか分からなくて言葉を失ってしまった。一体何を言ってるの？別れたでしょ？冷却期間だろ？頭冷えた？あ？そっちは？夫ですけど、何か？え？ようやく夫に目をやる元彼。どういうこと？あゆちゃんからそんなこと聞いてないぞ。どうやら刺激とあゆは幼馴染だったようだ。この両親があゆにいいお嫁さんはいないかとお金を渡していて、結婚したらさらにもらう約束をしていた模様。あゆもだからあんなに必死だったのね。なんだよそれ、俺がいるのに。あんたと別れたのいつだと思ってんの？もう1年以上経ってるじゃない。だから冷却期間だろ、料理ももっと勉強してるかなと思って。うちの子を騙したの？この親にしてこの子ありって状況。会いに来ることは100歩譲って別れとしても、なんで親を連れてくるんだか、しかもうちの味を教えてやるだってすごい勝手だな。嫁にもなっていないのに。お引き取りください、春江は僕の大切な妻ですから。これは不貞だな。そうだ、許されないぞ。またバカなこと言ってる。そうよ、うちの子を傷つけて今すぐ離婚して刺激と再婚しなさい。それなら許してあげるわ。いや許さなくていいです、刺激と結婚なんて考えられなかったし、人の作ったものをバカにするような人、こちらから願い下げです。それはお前がちゃんとしてなかったから。話は聞いてましたが、作れもしないのに文句ばっかり言ってたんですよね。夫に詰められて、うっと元彼は唇をもごもごしていた。よ、嫁なんだから旦那様に従うのは当たり前でしょ。多少文句言われても黙っておくものよ。あの、黙っててくんな、知らないおばさん。おい、俺の母さんになったこと。だって他人だし、どうでもいいわ。元彼の両親なんてどうでもいい存在だ。敬語なんて使う必要もない。おい、無礼だぞ。無礼なのはどっちよ。料理に文句を言う息子、別れたのに押しかけてくるその親、非常識にも程があるわ。ご近所さんにも迷惑ですから、まだいるようなら警察呼びますよ。警察。ふざけるな、お前みたいなのこっちもいらん、帰るぞ。もう父親の方なんて顔を真っ赤にして帰っていった。何でも思い通りになると思ってるような人たちなんだろう。いくらお金を持っている人でもあんなのと関わりになりたくない。ごそうか。そうしよう。また来られるのも嫌だったので、私たちはすぐに新しい部屋を探した。引っ越し前にあゆにも釘を刺しておく。あゆ、刺激の親がいきなり来たんだけど、あなたお金もらってたのね。え？それは。そんなに刺激を勧めるならあなたが結婚すればいいじゃない。あんな親嫌だし。分かってて紹介したあんたは最低だよ。二度と連絡してこないでね。え？一応共通の友達にも話したし、もううるさく言ってくることはないだろう。部屋も無事決まり、すぐに私たちは今の部屋を引き払った。これで一安心だね。うん、
果、元彼はまだまだしつこかった。引っ越しがすべて落ち着いた時、知らない番号から電話が嫌な予感がしたので出なかった。すると毎日何十回もその電話番号から着信が、ああ刺激だろうなと予想がついた。私はフリーデザイナーとして SNS に連絡先も載せてしまってるし、お客さんとのつながりもあるから電話も買えなかった。それが裏目に出てしまったのだろう。俺が一回出るよ。ありがとう。任せてと夫が着信があってすぐ出てくれた。もしもし。春江の電話じゃ。しつこいから夫の僕が出たんです。あなたのやっていることは迷惑行為ですよ。何なんだよお前。前からさ、本当は春江は俺と結婚するはずだったんだぞ。料理さえちゃんとしてれば合格だったのに。夫が大きなため息をついた。合格ってあなた作りもしないのに何様なんですか。いや、好きなら要望に応えたり言うことを聞くのが当たり前で、母さんの味も、あなたの家の守るべき味があるならそれはあなたが覚えるべきでは。だってあなたの家なんだから、相手にも実家の味があることを分かりませんか。夫の方が大事だし。いや、それはどうでしょうね。どちらが大事なんて決められませんよ。まずあなたは料理から始めてみては。とにかくうちの妻に言い寄るのはやめてくださいね。どうせ誰にも相手にされないから連絡してるんでしょうけど。多分図星だったのだろう。元彼はそのまま黙って電話を切り、それから連絡はなかった。文句が多いやつに限ってろくなやつじゃないって証明しちゃったな。確かに。私は仕方なくスマホを変えた。お客さんにも連絡し、仕事には支障は出なかった。早くやればよかったななんて思ったり、その後共通の友人からなんと茂樹とあゆが結婚したことが伝わってきた。私と結婚できなかったからと茂樹の親はあゆに嫁になってと打診したそう。かなりのお金をちらつかせてならばと結婚したが、そこからが地獄だったようだ。コロナの影響が直撃し、なんと茂樹の親がやっていた会社は倒産。多額の借金を抱えてしまった。逃げるように小さなアパートで4人での暮らしが始まったが、なんなのこの料理。いや、教えてもらった通りにちゃんと作れ。アユは毎日姑に嫌がらせを受け、夫婦仲は険悪に。嘘つき、楽させるって聞いたのに。そんなこと言われても、あんたも家事くらいしたらどうなの。茂樹が勤めていたのは親の会社の下請け、そこで経験を積んでゆくゆくはという話もきれいさっぱり消えた。家族みんな日雇いやバイト、パートをして、鬱憤は家庭内でそれぞれ発散するという最悪の家族もなった模様。料理くらいでなんでこんなに。春江ごめんね。もう共通の友人も離れていったので誰も話も聞かない。せっかく結婚したんだし、温かい家庭を築くことを祈っている。そして私の方は、ねえ、あのさ。どうしたの。そう、お腹に新しい命が宿ったのだ。うわ嬉しい。今日から何もしないで、俺が料理作るから。いやいや、まだ動けるよ。つわりとかがひどくなったらお願いするね。ウキウキの夫にホッとする。本当にこの人と結婚できてよかったと思うのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。